こんにちは、ベニミヤマです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は毎朝私リンゴ食べてますけど、リンゴの皮むき、切り方、これをアップしていきたいと思います。リンゴの皮むきをする前にリンゴ流水で洗って、それからこういうところ、これをよくこんな感じで落としてます。撮影上ボウルの中で洗ってますけど、流水で皆さんは洗ってくださいね。こんな感じで洗い終わりましたら剥いていきます。普通に売っているリンゴです。だいたい100円もしないリンゴかな。ちょっと形が悪いので安いのかな。リンゴの時期的にはちょっと外れてますんで、ほとんどのリンゴは甘いリンゴだと思います。特にこれはちょっとあちこちこ当たるところもあるんですけど、結構甘いです。リンゴの皮むきの前にボール、もっと小さくてもいいです。それからご存知、皮むき、リンゴそんなに大きくないんで、小さい包丁で今日はカットします。皮の剥き方、順番ですけど、まず上のこの部分、それからこの部分剥いていきます。その後皮を剥いていきます。剥くのは皆さんご存知、こういうピーラーです。いろんなピーラーありますんですけど、私はこのピーラーを使ってます。まずこれを持ってこういうふうに当てて、こういう感じ、リンゴを回してもいいですし、ピーラーを回しても OK です。ここまで来たらこんな感じで取れます。で、今度は逆側、リンゴを回してもいいですし、ピーラーを回してもいいです。ピーラー使う前に濡らしてもらうともっといいです。結構こういう風に当たってますよね。その後こうヘタがついてる方を上にして、こういう親指を下に当てて、こういう感じで上から見ると、横から見るとこういう感じで、こういう感じで皮を剥いていきます。ここの切れてる部分に当てて、こんな感じです。慣れてくればだんだん早くなります。ちょっと皮も食べたいなっていう方はこんな風に残してもいいですし、きれいに取ってもいいです。皮むかなくて食べる方もいらっしゃいますけども、ちょっと皮が口に当たるなっていう方は逆に全部むかずに、こんな感じで剥いても楽しいと思います。丸いものを感じで横から見るとこういう感じです。こういう感じ、横を向けてこう当てて、上でも横でも大丈夫です。まっすぐでしたらこういう感じでもここに当てて、こういう感じで、これでリンゴの皮むき OK です。
皮を剥いた後、これは必ずスポンジに洗剤をつけてきれいに洗って拭いて置いとくと、切れ味もなかなか落ちづらいです。切っていくんですけども、包丁使う前に必ずこうちょっと拭いてあげる。濡れた布巾で拭くと後が楽です。まず真ん中、でこのまた真ん中、でちょっとこういうのが汚れたら、そしてこれ包丁をこういうふうに持って、こういうふうに入れて、最初ちょっと入れてあげる。ここまで来たら包丁を下に向ける。包丁を下に向けて、この部分には入るように、前後に動かすのを慣れてくるとだんだん楽になります。ここまで持ってきたら抜いて、もう一度こういうふうに持っていきます。で下に、そうするとこんな感じで取れます。もう一つ、こんな感じで入れています。でこう入れて、こういうふうに動かしてあげるとちょっと切れていきます。最初はちょっと心配だと思うんですけども、包丁は動かすものです。こんな感じで力が入るとガンと下までいっちゃうんで、ゆっくりです。ゆっくり、心配だったらこんな感じで動かしてもいいです。こんな感じで動かして、ここまで来たらこういう感じでもいいです。慣れてきたらこんな感じで動かしましょう。でこう向いて、同じようにちょっと向けて、こんな感じで、ちょっとこんな感じで動かして、こういう感じで動かすと楽です。終わった後は必ず拭いて、浮き上がりました。いつも美味しさお手伝いします。エニミヤマです。